ここなるんですよ、いいわ、キュンキュンキュンって。おはようございます、お願いします、よいしょ、ありがとうございます。隣が鳴ったらしいですけどでも65番2桁いいんじゃないでしょうか。ここパチンコすぐダーって回るんで、早い番号に越したことはないです。頑張ります。型破り、おはようございます、お願いします、おはようございます。じゃあジェイソン打ってみたくて、ジェイソンにしようかな、どっちにしようかな。僕すみません、初打ちなんですけど、ちょっと久々に信頼行ってみようと思います。ジェイソン確保、おはようございます。それではステーションのジャンジャンです。はい、本日遊びに来てますのは神奈川県にありますメガガイアサマテンさんにお邪魔しております。はい、ほったきし、何でしたっけこれ取った記事なんですが、寝台13日の金曜日、ジェイソンでございます。そして与えられているミッションはこちら。どうもジャンジャンです。前回きついミッションを成功したのもつかの間、新しいミッションが追加されました。今回はメインチャンネルと合同ミッションになっていて、ミッション成功で豪華な丸々島に、ミッション失敗で過酷な無人島に連れて行かれちゃいます。今回も厳しい内容ですが、皆さんに面白い動画をお届けしていきたいので、応援よろしくお願いします。ガタエブリー。はい、というわけで3人で頑張ってまいりますので、ぜひぜひミッションのご協力よろしくお願いします。というわけで、死んだ時はもういつも以上に操作して早くしたいんで、行ってみたいと思います。メガガイアザマテンさんで型破り、型破り。はい、それでは久々に朝一死んだ打ちます。13日の金曜日、行ってみたいと思います。ドロー。朝一の育ちレベル4です。召喚で、簡単にスペック説明すると、まあ原産と同様なんですが、319分の1のスペックで、52% でツインバトルに発展します。でツインバトル取っちゃえば、まあ、2回あたりがストックされて、そのうち2個のどっちかで、あの各辺の方を取れてれば、必ず2個また戻ってくるという形です。なのでまあ、チャンスが2回受けられるってのはいいですね。で、なんで僕がこの台打ちたいかと思ったかというと、あのこの間あの大工の源さんを打ちまして、それまあまあ99なんですけど、それを319にしたらこんなスペックですって形なんですよ。で、あの相性良かったんですよ、僕大工の源さん。僕あの手のスペック苦手かなと思ってたんですけど、あ、意外と得意じゃんと思ったんで、じゃあ319もチャレンジしようかなと思って、あの僕別に原作見てるわけでもないんですけど、ちょっとスペックで打ってみようかなと思って今回打ってみました。で、注目演出が予告で言うと3大演出に聞かれているのが行動ゾーンで、ジェイソン接近中で、リーチだと行動リーチ、これの3つが一応激アツ演出に聞かれています。で、あと他で言うと、まあ、それよりも熱いのが、まあ、ボタンの変動回線のバイブだったりとか、おう、こういうランプの赤だったりとか、あと枠ランプの赤ですね、それが 50% 超えてきます。で、突然来るジェイソン急接近っていうのが、まあ、三大演出くくられているものが1個あるんですけど、それで一応 54% ぐらいあるんですけど、急接近したら9割近くなるとかいろいろあって、1個で足りるのか複数激アツ演出がいるのかっていうのはちょっと実際打って確かめてみようと思います。だから西陣さんからホラー系出るの初めてじゃないですかね。いつも藤正治さんのイメージあるんですけど、どんな感じになったのかな。なんか藤正治さんはホラーってイメージがあって、西陣さんはなんかほんわかしたパチンコ台が多いような、花満開とか、てか花満開のほのかちゃんがちゃんと出てくるパチンコ出てこないかな、楽しみなんですよね、毎回毎回。できれば2代目はもうちょっと降板していただいて、初代に戻ってほしいのが僕の願いなんですけど、花間が曲がいいんですよね。お、赤だ赤だ、ちょっとチャンスですね。
だギージっていっぱいギージってほしい。フライデー、フライデーザサーティチャンス。マスクを落とせばどうなのか教えてくれない。色かな。どうだ、落ちるか。赤は絡んだ。あ、落ちた落ちた落ちた。さあ保留変化今のとこなし。あ、出た。これ赤タイトルとかだったらチャンスアップで、これ今森林にいるんですけど、一応これ前半トータル 26% あります。で問題は攻撃されて後半に行くかどうか。あ、シェイク入った。あれシェイク結構強めのチャンスアップ。攻撃でナタが来れば激アツ系の行動リーチできます。ネクスト。さあ、や役物出るかどうか。出なかったらこのコテージに行きます。行動リーチじゃないですね。あの赤カット、あ、ちょっと赤テロップ赤タイトルでもうそれぞれ 65% あります。当たらないリーチではないとは思うんですよ。いや、これどうだ。一応シェイク 90% なんですけど、後半で出たらなのかな。これ赤ボタンだったらもう濃厚です。どうだ。あ、ダメ。青ホールじゃ足りないか。やっぱりシェイクは多分後半で出たらいいんでしょうね。前半で出たら後半発展濃厚とかかもしれないです。でもああいう感じでも言ってくれるんだ。あっさりしててやっぱ面白いです。ニジニさん、これ赤だったらチャンスアップですね。赤だ。いいよいいよ、赤大事だよ。おお、なんか光った。これめっちゃ熱いでしょ。これ対 J2 目赤。え、これ熱いっすよね。なんか上光ったもん。バーン赤。さあどこ行く。おお、いいよいいよ。これ切り裂き、これ絶叫カットいいかな。はい、これで全員その接近中。これで 54%。 この上に急接近があります。急接近までいったら 90% あります。いや、これ結構いいと思う。で、まあこれはいきますね。後半ここでバーンって欲しいですよね。そしたら行動リーチに行けるから。ネクスト、役物来い。よし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 、これ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 行動リーチ。一応本気のメインリーチだと思われます。さあ保留は変化してないですね。一応これで3段インしてくられているもの2個入ってます。最後赤だったらもう大当たりの子ですね。どうかな。いやー緊張する。お願いします。よっと早い。何回転だろう。110回転投資5500円。5500円ですね。いや、こういうあっさりしたところに西陣さんですね。いいわ、好きですね、こういう台。早かった。今急に来ましたね。さあジェイソンボーナス、今あのカメラマンに教えてもらったんですけど、上 あのここの13日の金曜日のここトップが光ったら 65% あるみたいです。暑かったですね。なんか暑そうでしたもんね。で、あの今初当たり取れて5を狙いって書いてるんですけど、これあの他の台でもあるんですけど、ここ通すまでは大当たり発生しないので、ここトイレタイムで OK です。ではでは緊張のバトルでいきましょう。よいしょ。あのヒロインが先制してくれればもうそこでもう決まります。大体ジェイソンだと思いますですね。そしたら技、待ち受けボウガンチェーンってあって、待ち受け、あ、ボウガン真ん中、これで 54%。
ず待ち受けじゃなきゃ大丈夫、多分大丈夫だと思いたい。くらえ、デッド。ここから復活もないのかな。なかったら時短50に行きます。時短50っぽいですね。まあ1030個払い出しても手取り800個ぐらい取れますね。めっちゃめっちゃセクシーな子来た。まあ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 引き戻せばいいんですよ。で、あのこの時短中は注目は保留で、とりあえず緑だった時点で 60% オーバーなので、色さえ緑以上に変わってくれれば大丈夫。何事もなく時短が駆け抜けました。いやでも面白い、このあっさり感がたまらない。あの最近ですね、僕あのデュエリストからポケモントレーナーになりまして、今ポケモンに絶賛ハマり中なんですけど、あの最近 の僕 XY は DS でやって、また1個2か2個ぐらい開けてるんですけど、あの最近のポケモンのいいところは、あの昔のポケモンでできてくれるんですよ。それが僕はポケモンで一番好きなのラプラスなんですけど、ちゃんと出てきてくれるんですよ。で、あの動画事業部、まあ、うち のスロバチのスタッフがですね、だんだんポケモンみんな買い出してて、僕も流れに乗って買ったんですけど、あのオタク気質な人が多いところで、あのみんな極め出すんですよね。あの個体値とか僕知らなくて、なんか今いろいろなんかあるみたいですね。育てて最強の個体値のポケモンと、なんかメタモンで卵を産ませるみたいな。そこまではやってられないけど、最近あの会話が小学生の朝みたいな、遊戯王でデュエルしてポケモン出るね、ポケモンバトルしようみたいな、そんな職場です。ルビ様ってさ、裏設定めっちゃ重かったの知ってます？なんか戦争みたいなさ、そういうあのラティオスとラティアスがあの日本に原爆落としたあの特攻隊のあの向こうの飛行機に出てたりとか、ポケモンって毎回あの日本のどこかの九州とかあの北海道とかそういうところの地方に似せてあの場所作ってるんですけど、それが確かルビーズファイアはの方園地方は九州だったと思うんですけど、なんかの記念塔だったかながあった場所がちゃんと長崎の原爆ドームになってたりとか、裏背景をちゃんと考えてるんですよポケモンって。もう最近あのポケモンと遊戯王と、まあいろいろ細かくだけ物ハマってて、細かくだけ物ハマってて、細かと物にハマってて、だからそうポケモン、まあ最近まあベストヒートなんですけど、で、まあ、遊戯王もちょくちょくやってて、であの毎週日曜日に動画サイトであの戦隊ものと仮面ライダーが更新されるんですよ、新しい話が。あの昔のものなんですけど、いや僕の時はガオレンジャーがですね始まりまして、あの昨日日曜日だったんですけど、まあ、いやお休みで家に行って、で帰ってきてから僕はレベル上げをしようと思って、ポケモンので、レベル上げをしようと思ってレベル上げしつつ、こっちであのガオレンジャーを見て、で僕結局寝たの3時半で今日寝てないんですよね。だから物にはまりすぎるのもね良くないかなと思うんですけど、1個に絞りきれない。パチンコは毎日行きたいし行っちゃったの。朝尾さんと昨日月下のお別れ会をしようかと言ってて、並ぶかって言ってたら2人とも起床12時でした。終わったっつって、で昨日無双で一番まず出して、えいって言って全飲まれさせて、その後海で10連して、えいってなって全飲まれした。よいしょ、早くも2枚目持ち玉では当たらなかったです。これで当たったりして
行く地2枚を生贄に3枚目の行く地を召喚攻撃表示ターンエンド。お、え、報道ゾーンいきなり入りましたね。これで 50% でこの帯がなかったら 90% になります。じゃあこれだけでも十分チャンス。こんな急に入るんですね。これと複合してほしいものはジェイソン接近プッシュ。あ、3点パイド。今のところ何もなさすぎて逆に不安なんですけど。はいはいはい。この役物いいな、なんか。いや、これは発展してくれます。さあ、ここからチャンスアップ勝負ですね。コテージ行動ゾーンしかないと言われても大丈夫か。じゃあここで物が刺されば柵。よしよし、これで後半行動ゾーンだから、あ、森に行きましたね。いや、どうなんだ。まあ、シェイクビジョンとかもあればなおいいんですけど、今のところ何もない。ボタン勝負だな。もう白か赤なんで、ボタンの煽りがない。いや、ジェイソン、あ、あった。どうだ、いてくれ。ゾーン入った。うー、足りないよな。ゾーンしかなかったそうね、今。ゾーンだけでしたね。復活とかあんのかな。あ、ダメですね。あっさりしてるな。あっちゃこっちゃ、だから激安系が複合されるよりかはいいですけど、で外されるよりはいいですけど。おお、絶対ですね。赤2個目。でもこれは、うん、赤保留になってますね。いや、これは来たでしょう。さすがにこれは当たるでしょう。いや、これ外したらちょっと立ち直れないかも。あ、変われ変われ変われ。高速 90% あります。これをもらった。でもここで 90% だから。でもここ紫なんだ。あ、おい、ノーマルで当たんの。ノーマルで当たんの。面白い。あんだけ来なかったのに。何回転だ。あ、399回転。投資が21,500円。ジェイソンボーナス。いや、マジでごめんなさい。ツインループ52%です。打つのが怖い。いや、頑張れ、頼む。もう先制で、でもジェイソン、そこ落ち着いてていいから。武器チェーン。あ、ボアがいいよ。まだ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 いい、まだいいよ。反撃くらえ。よっしゃー、ツインループ取った。いや、これはでけえ。かわいそうなぐらいズタボロされますね。よかった、取りました。
気持ちいいなこのバイブ。はい、ツインバトルモード、あと2回で消化していくんですが、この時の確率が約100分の1、ちょっと重たいです。で改めてゲーム性ですが、この2個今ストック持ってるんですけど、どっちかで確変を掴めればもう1回2個に戻るっていうゲーム性です。1回目ダメでも2個目で取れば大丈夫です。仮に2個ともダメでも50回の時短がつきます。だから要は1回取っちゃえば払い出し上3000発が確約されますね。あの初回で確変取っちゃえば。これにも書いてあるんですけど、ツインバトルあと2回、つまりはストック2個持ってる場合の時の振り分けが、確変の割合が 40% になってます。で残り1個になった時は、通常と同じ 52% となってます。そこだけちょっと振り分けのが違うので注意ですね。でいろいろですね、バトル勝利のポイントがいろいろあるみたいで、まず保留からいくと、銀保留で当たらなければほぼ大丈夫みたいです。この GPS の時にジェイソンが真ん中にいる時に発展したら、バトル勝利濃厚みたいです。今銀保留だから、これはまずい、これはまずいぞ。まあ、偶数よりまあいい気がしますね。揃っちゃう？揃ったらバトルボーナス、揃っちゃいますね。はい、では1個目、降ってきた、頑張りましょう。まあ勝っちゃいいです。ここで頼むぞ。でここの場合は、初回の場合ですね、技が死ねると全体的に落ちてます。ボーガンでも 33% マチューテだと 8% しかないから、せめてボーガン。それこれダメだって、やめてよマチューテ、マチューテやめてよ、やった、頼むって。まあ、復活とかもありますけどね、ないみたいですね。ただただ次で当てればよくて、かつ次がへそと同じ振り分けなんで 52% できます。まあ、イメージ的には1個目はまあ負けちゃって、2個目で取り戻すってイメージの方がいいですね。とりあえず1箱できました。これアタッカーこぼしなしなので、カウント賞金守れば無駄玉ゼロです。じゃあこっからでしょう。助けて、ツインバトルモード継続。じゃあここですね、手に汗握るとこ。残り1個だとこっちでの召喚になります。あ、来た。ここで無双ゾーンみたいなので1になればもう確変。いいよいいよ、当たっちゃえ当たっちゃえ、当たってくれていい。よし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 、これでもうループ確定、オッケー、でけー、これ処理の子ですね。なんなら女の子が先に先制するとこ見たい気もするけど。マジェイソン技は、おお、間違えて、本来ならやばかったですね。あのゾーンで当たるのはありがたい。どうもです。じゃあ復活か。あ、じゃあこれ見れますね、アライブつくの。トゥントゥン、アライブ、それで復活。ありがたい。じゃあこれでまた2個くれるのが先発先発ですからね。よっしゃ、
あと2回。なんで BGM これなんですかね。合わなくない？BGM と。あ、中央にはいないな。中央に、中央に。やばいかな。まあ、1個目はしょうがないじゃしょうがないです。で、これで1個目消化。まあ、勝てばいいんです、勝てば。ボウガンだったらワンチャンあるかなって感じですね。ゴー。弱そうな技出してほしいよ。あー、まあ、しょうがない。勝ったらめちゃくちゃレア。まあ、本命は次です。でもこのシステムだと次で当てればいいって考えたら、まあ気楽でいいですよね。あとなんか紫系の予告で来るとなんか大当たり の、 あの各辺のこのことが多いみたいですね。あと雨が大雨降ってる時にあのリーチになったりとかいろいろあるみたいです。あ、煽ってるな。1、あ、青で光ってる時にテンパイしていったら逆に勝利の子。よし、確かこの青で行くのは大丈夫なはずです。いろんなとこにあの勝てるよっていうと要素が散りばめられてるんで、あのこの右打ち超面白いですね。で、今1図柄で大当たり取れたんですけど、あの1と3はあの13日につなんでるかもしれなくて、その場合当たれば確変なのかもしれないですね。アライブ OK。 でけえ。でこうなりゃこっちのもんよ。そうだ、もうまくりですね。まくりだ、やった。知らない間にまくってました。前半で勝ってみたいな、1回目の方で。7。お、7いいよ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 。取った？取れ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 、頑張れ取れ、ボタン出ろ。 OK。 あー惜しい。これずっと僕打ちっぱなしにしてるんですけど弾減らないです。ここがあのヘッドだし、ここで電柱でカバーしてくれてるんで。あ、これ怖い、これは怖い。いやー、これどうだろう。真ん中に今すぐ行って。あ、でも1テンパイだ。1テンパイちょっと気になりますね、勝てるのかどうか。振り分けは 40% あるんで勝てないこともないと思うんですよ。チェーンだそう、チェーン。ボウガン。あー、まあ、それかい。よいしょ。負けちゃったか。勝ちやすいとこなのかな。あ、勝った勝った勝った。いや、そう、これで戻ります。でかいでかい。抱きしめてあげる夢も涙も忘れて愛を求めていた世界で僕が囁いてあげる。懐かしいだろ。めっちゃ上すぎてるね、あえて台が。っていうか100分の1とは。今268回ハマってますけど。あ、なるほどね。
笑っちゃうじゃんもう確かにジェイソンからねずっと追いかけられてる感じだよねこの曲でジェイソンがめっちゃ好きみたいだね傾いたけど女の子めっちゃ逃げてるみたいなあ、4回目4回煽ったら当たんじゃないかな。さすがに7を揃えてください。気持ちいい、これめっちゃ気持ちいい。やべえ、これ癖になる。7を揃えてください。やべえ、今のめっちゃ気持ちいいですこれ。40%取れますね。最強ボーダー、意外と玉出て草。何もかも俺今日アマネジュったらハマるね多分。一応ジェイソンが外周にいた方がチャンスですね。外周で 20% うちにいたら17% だけど1だからこれテンパイしてもらって大丈夫。おーっと多分1も今のところ全部バトル勝ってくれてるんで勝つんじゃないですかね。さあ勝ってもらって、これ勝てば満発です。ボーガンはいいですね。 33% 多分1は多分大丈夫だと思う。あいよって復活するんじゃないですかね。お、負けた。ってことは1図から確変じゃないのか。まあまだもう1個残ってるんで、まあ1個勉強になりました。では継続率について言ってなかったんですけど、一応このループ自体は 83% あります。ただ1個目は必ず勝つので、それを加味した 83% です。まあ聞いたら先発が 83% でループしたらば夢のある台ですよね。あ、おる？あ、1、まだ1なら、これ紫だったら勝利の子になります。まあ1なんで多分大丈夫だと思いたい。さあここで全てが決まります。最後の消化ですね。 52% 取っててほしい。よし、じゃあいきます。チェーン出せチェーン。よし、まだいい。ボーガン、なら希望はつながる。いくぞクライム。うわー、デッドアライブまで行っちゃった。じゃあ頼むぞ。アライブ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 。デッドだ。ここで復活もない。万発目前で終わってしまった。いいところはこっからさらに時短が50つくのがいいとこですね。なんか1先輩じゃ1図柄ぞろいで継続したの運だったのかな。まあでも
タモス的にも十分プラスですね。4000個ぐらい浮いてます。戻りました。ただ9000個一撃でした。投手が5000発なんでもう4000個プラスです。やっぱ83番のループはやっぱ伊達じゃなかったですね。いろいろあの勝利濃厚ポイントとかあるのでそういうところを覚えてから打つとさらに楽しいかと思います。まあ、今日初当たりは2回だったんですけど大体の演出は見れたかなと思うのでこの台に関しては満足です。ありがとうございました。楽しかったです。型破り、お疲れ様でした。実戦終了。はい、まあ、一時はちょっとどうなることかと思いかけたんですが無事初当たり2回取って後半伸ばすことができてとっても楽しい実戦になりました。で印象としては、まあ、激アツ系が必ず2個は得るのかなっていう印象とあと、まあ、バトル中の 1-3 転敗は、まあ、敗北を確認今日できたのでおそらく、まあ、他の図柄よりも当たりやすいあの、まあ、勝ちやすいんじゃないかなっていう僕の予想を立てました。はい、皆さんはあの実践してみてなんかこんな法則あったよとか見つけてもし発見があったらぜひリスナーさんにお願いします。はい、そんな結果ですが、投手がだいたい5000発、回収が7000、900個なのでだいたい2900個、まあ、3000個全体プラスな感じです。はい、さっきは地味なプラスが続いてますが勝つことが大事なんで、はい、これからも長く細く生きていこうと思います。はい、寒いですね。明日の方は移動なんで引き続き頑張っていこうと思います。よろしく。それでは明日のテンポに向かって固い振り。最後まで見てくれてありがとうございます。この動画が面白いと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。固い振り。